はい、どうもこんにちは。今回は昔の試合の吹雪ですね、個人戦の様子をお送りします。対戦相手は北九州の中学3年生の富島選手でした。左利きでとてもセンスあるプレーが多くて、噂には強いと聞いてたんですけど、実際試合したら非常に強くて、コースのバランスも素晴らしくて、いい選手だなと思いました。実際試合してみて、何が嫌だったかなっていうと、サーブが一番嫌でしたね。左利き特有の、ちょっと取りにくいサーブ、ロングとショートを使い分けるところとか、あとはちょっと出たボールかけてもブロック力がすごいあるので、結構前でさばかれて、最後甘いボールを切ると、コースついて攻められるっていうなるほど。結構中学生って高くプレーとかチキータを多くしたりとか、攻撃でリードを詰めようと思ってプレーする選手が多いんですけど、結構彼は丁寧にラリー戦に持っていって得点するっていうことで、社会人も対応してるし、すごいセンスあるなと思いました。あとはですね、下回転打ちとかブロック打ちとかすごくミスが少なくて、コースも結構いいし、本当やることがないなって思いました。もう自分としては距離取って戦う、前でやり合うのが結構難しいので、距離取って打ち返したりとか、フィッシュで粘ったりぐらいしかすることもないので、もう苦しい試合でしたね。あとコース取りがですね、あんまクロスじゃなくてストレートに打ってくることが多くて、これ質が高くてブロックに絞られてしまう、そこが結構いいなって思いました。でですね、見ての通りカウンターの頭が来たら早い打点で見せますので、もう一度上手くいった方が良かったかなと思います。早い打点でストレートに打ち込まれてますね。やっぱ厳しかったですね。やめね、10コート。粘ってもですね、一番目にやられるんですよ。対戦どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価お願いします。